アイマラ語族、ハケ語族、アルは、ケチュア語族と共に、中央アンデスの二つの主要な語族の一つである。南アイマラ語派と、中央アイマラ語派の二つの語派を持つ、語族のために、アルフレード・トレロは、話すという意味のある、ロドルフォ・セレン・パルアミノは、エーマラン、ハードメンは、ジャッキーという名称を提案した。ケチュア語族の諸言語、特に南部の言語は、 アイマラ語と多くの語彙を共有しており、ケチュマラ大語族としてグループ化されていることが多い。しかし、この提案には議論の余地がある。語彙の共有は長期的な接触による集中的な借用と説明した方が良いだろう。アイマラ語族の言語には母音の音素が AIU の3つのみであり、アイマラ語のほとんどの種類と測る語では長さによる区別がある。長さは、 一般的に、アイマラ語ではトレマ、ハカル語では発音記号を使用して転写される。アイマラ語族の言語は、シーン目録で異なる点があるが、共通する特徴がいくつかある。アイマラ語とハカル語は共に、唇、歯茎、口腔外、南口外、口外,外水の各超音点での破裂音を持つ。破裂音には、放出音と有機音の区別がある。両方とも歯茎、 高校外、南校外の摩擦音と、いくつかの中央と側面の接近音を含む。アイマラ語族の言語は、ケチュア語族の言語とは異なり、動詞と名詞の古今すべてが母音で終わる必要がある。釈用語であっても、スペイン語のアボスは、アイマラ語でハワさ、はかる語でヒワッサになる。この特徴は、他のアンデスの言語には存在しない。ケチュア語と同様、アイマラ語も、 非常に硬着的である。しかしながら、それらは、多くの硬着的設備事が、先行語根における母音の抑制を誘発する点で、異なる。例としては、単語アパの最後の母音が AP 数になった時に失われる。アイマラ語族は2つの言語で構成されている。アイマラ語族には、約220万人の和者がいる。ボリビアに170万人。 ペルーに35万人、残りはチリとアルゼンチンにいる。ハカル語には、ペルー中央部に約725人の和舎がおり、2005年、現在、カウキ語に枠人の和舎が残っている。カウキ語はほとんど文書化されていないが、ハカル語との関係は、非常に密接である。最初は、マーサ・ハードマンによって異なる言語とみなされていたが、その後のすべてのフィールドワークと研究はその見解と、 矛盾し、それらは単一の言語の相互に理解できるが異なる方言であることを実証した。以下は1から10の数字のリストである。アイマラ語族とケチュア語族では共通する数字が多く、その分は括弧で明示している。ありがとうございます。